時代を感じる。はい、どうも、始まりました。今回はですね、なんとこちら見てください。皆さん、これラックの危機って言ってですね、1980年代90年代にかけて、まあ、プロのギタリストさんだとか、まあ、ギター大好きな皆さんはですね、こういうのを買い揃えてやっていたんですけれども、先日僕 SNS でこうツイッターを見ていたら、この素敵な機材が目に飛び込んできまして、本日これをお持ちの方に来ていただきまして、どんな音がするのかっていうのをこう一緒にやっていきたいなというふうに思っております。それではお呼びしたいと思います。田中さんです。どうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日はお呼びいただき、いやとんでもない。これね、貴重だと思うんですよね。そうですね。ディレイ、リバーブ、はい、あとはピッチ、ディチューンだったりコーラスだったり、はい、それを操作するループスイッチャー、はい、心躍りまくりなんですよね、これ、はい、今の最新のエフェクターとかでも、はい、これのモデリングだとか、そうですね、これを意識したサウンドみたいなのがある本物。そうです、実機を追求したくて。はい、じゃあ早速どんな音がするのかを聞かせていただきたいなと思うんですけれども、はい、一発目は、はい、あのコーラスのサウンド、やっぱりこれね、見るとこう、ちょっとね、コーラス系のサウンドから言ってみていいですか。はい、はい、じゃあやりますね。おー、このね、コーラスプラスディレイの広がり。そうですね。今日これステレオでマイキングしてまして、まあ、スピーカーがねこう2発入ってて、ステレオで鳴ってるんですよね。はい、はい、そうです。おここに使われているディレイ、リバーブ、まあ、このエフェクター全てがステレオアウト仕様になってて、うん、このマーシャルのキャビネットはステレオ入力に対応しているので、はいはいはい、こっちでパンニングされた音が別で鳴ってて、お使っている機材っていうのは全てMIDIが対応しているので、はい、プリセットできるんですけど、はい、僕は基本的にそういう手法は取ってなくてですね、固定です。お固定しているものを足元の RGM のマスターマインド GT っていうスイッチャーを使って呼び出さないっていうことをしているだけで、大掛かりな機材なんですけど、やってることっていうのはすごくシンプル。シンプル。コーラス以外の音もちょっと聞いていきたいんですけども、じゃあ一番こうクリーンっぽいのからいくと、ボグナーの感じが、良さが出てますね。ボグナーのクリーンで、エフェクターは何もかかってなくて、うんうん、でこれ、はい、ここにロードボックスがいるってことは、はい、ボグナーに入って、ね、プリは通って、パワーは？パワーも通った音を一度、サーのリアクティブロード IR に入力して、ラインレベルに変換して、はい、でこっちがパワーアップなんですよね。そうです。でこいつで、そのラインレベルに落ちた信号を、ステレオアウトでパワーアンプで使ってます。次の音いきましょうか、はい、ボグナーのエクスタシーのチャンネルがブルーチャンネルになります。はいはいはい、なので比較的リズムバッキングだったり、うん、ちょっと軽いギターソロで使うチャンネルで、ディレイが一つだけかかってて、はい、この下のディレイがレキシコン、レキシコンの PCM70 の、はい、70のパンディレイがかかるようになってます、はい、こういう感じ。なるほどなるほど。ディレイをかけてちょっと広がりを出すというか、はいはい、だいたい分かってきたんですけど、はい、緑の部分がメインの音で、その5パターン用意していて、そうですそうです、プラスアルファ上にちょっと足を伸ばすと、はい、その中でこれをオフにしたり追加したりができる。そうなんですよ。なのでおもうちょっとリバーブを追加したいなって場合、このボタンを押すと、おお、ちょっとこうより音の深さが増すというか、気分でっていうか、その時の状況に応じて踏み替えられる。次の音いってみましょうか、はい、時代を感じる。僕一人でちょっとなくてすいません、はいはいはい、ディレイが今度はより長いタイムのディレイタイムを用意したものを立ち上げてます、はい、ディレイごとに1ラック用意するっていうところに夢がありますね。そうですね。でこれを同時にかける2個掛けっていう手法があって、はい、両方かかります。これでより長い
ちょっと一回聞かせてもらってもいいですよ。いいですか、はい、あもうこの気持ちいいですね。よりこう自分に酔いしれるという酔い酔いしれるな。これはディレオンがこの時の機材独特の、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして最後の音が、はい、もう一つありますか。それはそうですね、先ほどギターソロ用に作った音色に、うん、H3000 がかかる、はい、ディチューン、ディチューン、イーブンタイドのね、イーブンタイドの、はい、はい、これはだからディレイが2つかかってて、リバーブとディチューン、はい、ほぼほぼ全掛け状態ですね、はい、このイーブンタイドって皆さん分かります？今でいう H9 とか、この前だとタイムファクターだとか、はい、結構あの辺のやつだったら皆さんもあーって思うと思うんですけども、はい、あのイーブンタイド昔はね、このここにねボタンがピピピピってついてるやつが、はい、結構いろんな雑誌とか見てるといろんなギタリストさんのラックに入ってましたよね、はいはいはい、これもマイクロピッチっていう有名なプリセットがあるんですけど、はい、それのみで使ってて、コーラスだとちょっと揺れちゃうのが嫌で、はい、よりすっきりとした広がりがピッチディチューンの方が出るんですね、うん、クリーンチャンネルにもピッチディチューンをかけてて、コーラスで揺らした音をピッチディチューンで少し広げるっていうのが、まあ、僕なりのスタジオミュージシャンがやられてた手法なのかなと思ってやってます。はいはいはい、いやね、このねこだわりを完コピするこだわりみたいなところ、そうですね、この美学ねもう本当にいいですよね、はい、なんかギターとか機材の楽しみ方の一つだと思うし、はい、こうやって突き詰めて一生話せるじゃないですか、これ。そうですねいやだからね素敵だな。これもちょっと弾かせてもらってもいいですか。あ、いいですよ。実はお勤め先が、そうです、僕が働いているミュゼットジャパンっていう、ミュゼットジャパンで働いてもらって、はい、僕初めお声掛けした時知らなくて。そうですよね。いやもうミュゼットジャパンも僕めちゃめちゃお世話になってて、いつもお世話になってます。ありがとうございます。ボグナーだったりあのこの RJM 今回のスイッチャーもね、てかこのスイッチャー普通にいいっすね。このスイッチャーねすごく良くて、はい、この液晶のカラーも自分で好きに変えれて、文字も入れれて、文字も入れれて、はい、パソコンでエディットができるので、うんうん、パソコンにデータを残して、はい、それをインストールするだけでこのパッチが立ち上がって、ここの RJM の RG16 とカスタムオーディオの 4x4 をここでこう切り替えてる、全部こういう感じで切り替えてて、はい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 、パワーサプライもこれ 9V で取れるので、はい、パワーサプライは別で用意するってことが基本的には必要ない、はい、うんうんうん、はい、というわけで田中さん今日はありがとうございました。もうめちゃめちゃ夢のある機材でした。楽しかったです。どうもありがとうございました。それではまたの動画で。